皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。世界に存在する言語の数は約6900。最も使用者数が多いのは中国語で、スペイン語、英語がその後に続いています。日本語の使用者数は1億2500万人以上、世界では10位前後と、日本語は比較的使用者数の多い言語になっています。ところで私たちは普段無意識に日本語を使っているため、日本語がどのような言語なのか、またどのような特徴を持っているのかを考える機会は少ないですよね。そこで今回は、海外のネット上で話題になっていた世界の言語を研究した論文をご紹介、他の言語と比較した日本語の特徴について解説いたします。海外のネット上で話題になっていた日本語の速度。海外のネット掲示板で日本語の音節の速度に関する投稿が話題になっていました。早速ですが、スレヌ氏の投稿を翻訳したものをご覧ください。言語には早く聞こえるものとゆっくり聞こえるものがあるよね。その原因は音節の数にあって、音節の数が多ければ多いほど早口に聞こえるらしい。そして様々な言語の1秒あたりの音節を比較したところ、一番音節が多かったのは日本語。つまり日本語は世界の言語の中でも最も早口ってことなんだ。ソースとなっているのは、2019年にアメリカの科学誌サイエンス・アドバンシスに載っていたクリストファー・クーペ氏らの異なる言語で同様のエンコード効率、人間のコミュニティニッチは全体で同等の情報レートであるという論文。その論文では、音節の速度が異なっていても情報伝達においてはどの言語もほぼ同等の効率を持っているということが述べられていたんだ。わかりやすく言うと、例えばこのコメントを音節が多い日本語で書けば長くなり、音節が少ないタイ語で書けば短くなるけれど、どちらの言語でも読み終わるまでの時間はほぼ同じってことかな。言語の速度は音節の複雑さと補完関係にあるらしくて、タイ語は一つの音節でより多くの情報を伝えるから、一般的にゆっくり話すことになる。一方、日本語は一つの音節で伝える情報が少ないから早く話すことになるんだ。この研究を行った一人であるクリストファー・クーペ氏は次のように述べていた。言語とは翼のようなもの。大きな翼であれば羽ばたく回数は少なくなり、小さな翼であれば羽ばたく回数は多くなる。けれども飛ぶという点においては、両者の結果は全く同じなんだ。これってすごく興味深いことだと思わないか？スレヌ氏の投稿内容は以上になります。この発表は言語学の専門家だけではなく、一般の人たちにとっても驚くべき内容であったため、世界各国のメディアが報道したそうです。さて、ここからはこの論文の内容を詳しくご紹介しながら、情報を伝達する媒体としての日本語の特徴についてもう少し掘り下げてみましょう。言語には構造や発音など様々な要素があり、それらは言語によって大きく異なります。しかし、どの言語にも共通しているのは、情報を伝達するという機能と、その情報伝達に音声を使うことです。論文の著者たちは以前に、世界の主な言語について1音節内で伝達できる情報の容量を測定。その結果、日本語は他の言語に比べ容量が非常に小さいということが明らかになりました。音節とは、母音と子音が組み合わさってできたひとまとまりとして感じられる音の最小単位のこと。つまり、一つ一つの単語は一つ、あるいは複数の音節によって成立しているということになります。これだけを聞いてもおそらくピンとこないと思うので、例を挙げてみましょう。英語のストライクは1音節、
しかし日本語は STR のように子音を連続させることや K のように子音で終わることはできません。そのためストライクという英語を日本語の語彙に取り入れる際は子音の間や終わりに母音を追加、ストライクと語拍に読み替えてしまうのです。つまり音節の構造が子音プラス母音をベースとし母音で終わる音節の語が多い日本語は他の言語よりも言葉の中に音節が多いということ。それゆえ音節ごとに区切ってその情報の容量を測るとやたらと少なくなってしまうのです。しかしここまでは音節が多い言語なんだから各音節の中の情報量が少ないのも当然なのではと思いますよね。実はこの論文における興味深い発見はむしろここから先だったのです。著者たちは世界の言語をいくつかのグループに分類、それらを代表していると考えられる17言語を抽出し、それぞれの言語について10人のネイティブスピーカーに15の短い文章を読んでもらいました。そしてその音声データから1秒間に発話した音節の数を測定、要するに話した音節の数をスピードの指標とし話す速度を測ったというわけです。すると1秒間に話す音節の数は言語によって大きく異なり、最も早く話していたのが日本語という結果に。日本語話者は平均して1秒間に8音節を話していました。逆に1秒間に話す音節数が日本語よりもずっと少なかったのがドイツ語やアジアの成長言語。ちなみにスペイン人やイタリア人も日本人とほぼ同じくらいの多くの音節を発話していました。著者たちはさらに驚くべき発見をします。17言語の話す速度と各言語の音節の平均情報量を掛け合わせて一定の時間に伝達できる情報量を計算したところ、各言語が伝達する情報量はほぼ同値に。その情報量をビットという単位で計算すると毎秒39ビットとなりました。つまり言語によって話す速度や音節内の情報量が違っても、情報量の多い言語はゆっくり話され、情報量の少ない言語は早く話されることで最終的に伝える情報量はどの言語でも同じになったということです。この研究結果がドイツ語圏で報道されると、ああやっぱりねという声が多く上がったのだそう。なぜなら常日頃ドイツ語話者の多くが、イタリア語やスペイン語の話者は自分たちよりも早口だなぁと思っていたからです。一方たとえ早口で喋っていても話す内容量は自分たちとほとんど変わらなかったという事実に対しては想定外だったようで驚いていました。さてここからは日本語にスポットを当てて詳しく解説していきましょう。一定の時間内に同じ情報を伝達するために日本語が他の言語よりも多く話している理由としては、少なくとも2つの大きな理由が考えられます。1つ目の理由は音節の種類の少なさ。日本語は音節の種類が極めて少ない言語で、例えば英語には約7000の音節の種類がありますが、日本語には650種類ほどしかありません。音節が少ないことで多くなるのが同音異義語。特に漢語の熟語は同音異義語だらけです。そのため通常の会話内では前後の文脈からどの同音異義語を指しているのかが理解できる場合が多いですが、たまにどの同音異義語を指しているのかはっきりしないことがあります。そこで私たちは同音異義語が比較的少ない大和言葉に置き換えて言ってみたり、どの言葉を指しているのか明確にするために前後の文脈を補ってみたり、相当する英語に言い換えてみたりするのです。例えばビジネスで肝心なのは想像する力だと音声で聞いたとしましょう。これだけでは想像が想像なのかそれとも想像なのかがはっきりしないですよね。
ですから、新しい物事を考える力とか、クリエイティビティなどと他の言葉で言い換えて内容を補完するようなことが日本語では結構あるのです。そして、言い換えたり文脈の前後を補強したりして、指している言葉を察知してもらわなければならない場面が増えるほど、結果として音節が豊富な言語よりも喋る言葉数が多くなってしまうのでしょう。日本語が他の言語よりも多く喋っている2つ目の理由は、日本人の礼節への考え方や話し相手への期待など、日本独自の文化的背景に起因する独特の饒舌さ。これは人や文脈によるので一概には言えませんが、通訳の場面ではよく見られる現象です。日本人は相手の誠意や礼節ある態度を表現しようとするとき、喋っている言葉だけではなく態度や言い回し、話す順序なども重視し、オブラートに包むように丁寧に伝える傾向があります。例えば、直接的に言わずに語尾をぼかして察知してもらうように期待したり、はっきり言う場合でも相手に対する理解を前後で示したり、相手になるべく抵抗なく受け止めてもらえるようにいくつかの言い回しを追加するといったこともあります。また、礼節の一環として日本語で頻繁に用いられる尊敬語や謙譲語も文章が長くなる要因に。例えば、私も行きたいですという情報を丁寧に言うと、私も行かせていただきたいのですが、ご一緒してもよろしいでしょうか、といった感じになります。このように丁寧な言い回しを重視すればするほど、基本の情報量は同じでも言葉数としてはかなり多くなってしまうのです。また、お礼の気持ちを表す際に、例えばドイツ語ではありがとうの一言で済ませるところを、日本語では感謝の気持ちを真摯に示すために時間を置いて何度か感謝の言葉を繰り返すことがあります。このような情報として同じなのに繰り返しが多いことも、発話量の増加につながっているのでしょう。ところで、この論文では一定時間に伝達される情報量はどの言語においても共通しているという重大な事実を指摘していましたが、一体なぜそのようなことになったのでしょうか。17カ国語の精密な測定の結果、ほとんど違いがなかったのですから、単なる偶然とは思えません。これについては、著者たちは仮定に過ぎないと断りながらも、脳の処理能力と関係しているのではないかと自説を披露しています。人間の脳は共通して伝達された情報を処理する能力を持っていますが、それには上限があり、それ以上の情報が入ってきても処理はできません。そのため、どの言語においてもその上限に見合うほどの情報量しか一定の時間内に伝達されないのではないかとのことでした。言い換えれば、言語に差異があっても毎秒39ビットという最大容量の情報伝達には成功しているということになりますね。この研究結果は海外のネット上でも大きな話題に。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。すごく興味深いね。日本語がなかなか聞き取れないのはそういうことなのか。友人に指摘されるまで日本語で話すときに早口になっていることに気づかなかった。確かに日本語で話すと舌が絡まりそうになることがあるよ。英語の音もすごく早いよね。今では何とか聞き取れるようになったけれど、ずっとまだまだだねと言われているような気がしてならなかった。とはいえ、実際には日本語が一番早いという測定結果が出ているのは面白い。ヨーロッパの言語の方が早いような気がしていたから。日本語の情報伝達については、全く違う観点からの興味深い指摘も見られます。それは、書き言葉としての日本語は英語などの多言語に比べると非常に濃厚な情報伝達言語であるということ。
この指摘は日本語と他の言語でツイッターを使用している人たちから出たものでした。ツイッターは文字数に制限のある SNS ですが、英語やドイツ語に比べると日本語ではたくさんのことが短文で表現できるというのです。そのため日本語のツイートは英語のツイートよりも内容がずっと濃厚であると言われています。その理由は漢字が意味を文字の中に圧縮したような情報過密な表意文字であることが大きいようです。もしもこの指摘が正しければ、音韻数で区切るのではなく、書き言葉での情報伝達手段として文字数を制限して比べると、事情が反転して日本語は情報伝達量が多くなるということに。これはなかなか興味深い話ですよね。日本語は外国人にどう聞こえる？海外のネット掲示板で日本語や中国語、韓国語を知らない外国人にとってどのように聞こえるのかが話題になっていました。様々な意見が寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。日本語は静かに水が流れる感じ、綺麗な響きだと思う言葉はさようなら。韓国語と中国語に近いと思う、慣れていない人が聞くと最初はうるさく感じるね。日本語はマシンガンのようにポンポンと等間隔で音が聞こえる。韓国語は少しトルコ語に似ているよね。特に日本語に比べるとゴモゴモ言っているように聞こえることがある。ドイツ語と比較したフランス語なんかもそうだけど。韓国語はご飯を口いっぱいに頬張って日本語を話してるみたい。まとめ。今回ご紹介した論文からは、人間には一定の時間に同僚の情報伝達を処理する言語能力が備わっているらしいことが分かりました。一方、互いの言いたいことを伝え切って理解してもらうためには、そのような情報処理能力だけではなく、説明力や忍耐力、想像力といった別の要素が話し手と聞き手の双方に必要不可欠です。それがないと、たとえ共通する潜在的言語能力があっても、やはり人の意思を言語で伝えるのは難しいのだということを改めて思い知らされた気がしますね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。